有村寺左衛門のは、江戸時代末期の薩摩藩士、尊皇上伊橋氏、忌川金木よ。天保九年、薩摩藩士、有村健全の四、男として生まれる。母は、連珠に、兄に有、有村春斎、有村祐介がいる。剣術は、薬丸かねよに、薬丸寺剣流を学び、後に、江戸で、北新一刀流を治めた。安政五年兄の祐介とに、 江戸で、尊上活動を行い、後に脱藩し、水戸藩士らの志士と交流を深める。安政六年、安政の大国が起きるとそれに憤慨し、その実行者である大老、井伊直助暗殺を、水戸藩士らと計画し、翌安政七年三月三日の朝、桃の節句祝いに登場する伊を狙って、江戸城桜田門外で行列を襲撃した。自身は、行列中央の伊の籠を襲い、 路上に引きずり出して殺害し、支給をあげた。い、e、いの支給を持ち去ろうとしたが、共回りだった彦根藩士、小河原秀之城に後頭部を切りつけられて、重傷を負い、同行していた、広岡金の次郎が小河原を切り伏せるも、若年より遠藤だ根等の辻番所付近で力尽きて、自害を図る。有村はまず滑服しようと、着用していた川の稽古道を外そうとしたが紐を、外せず、 携帯していた担当を雪上に立ててのしかかろうするも、検討をつけられず、周囲の人々に、いいの支給を運ぶよう要請したが、応じる者はいなかったという。その後、水を飲めば早死にできるという滑舌の教えに従って、手近な雪を口に含んでいたところを救出され、遠藤邸に運び込まれるが、間もなく絶命した。去年22、明治35年、正後位を追蔵された。 宮崎県都の城市横市町に残る有村寺、西門の宮居地の石踏み、上田正明、津田秀夫、長原慶二、藤井翔一、藤原明、コンサイス日本人名事典第5版、株式会社三制堂、2009年65ページ、田尻左辺、増意所見伝造法番上特使増意年表 P17。ありがとうございます。